このエレメンタル急カンバーと書かれた小説は実に味があるな。内容が内容だけに、ストーリーの構成も至ってシンプル。出てくる人物は機械奇列だけど、面白い。でも、なんで次第元素なんてものを題材としたのだろう。もっと強調できそうなテーマだってあるのに。それに幻想郷には水があってもう海ってものはないんだし。幻想郷でも次第元素は揃っているけど。で、こんなこと言っても著者の妄想だから、仕方がないんだけどね。これでも評論家は一発グーを出すというらしい。まさかりを振り回す金太郎、なんていうぶっ飛んだ小説が世に出回った時なんか、6つ星をつけられたんだとさ。なんでもカオス映えするストーリーが好みなんだとか。それだからか、若者には多く受け入れられるんだって。私が今読んでるエレメンタル急カンバーという小説なんて、つい最近世に出回ったやっとこさの作品だから、まだ評価がわからない。でも小説を書いて、バカ儲けするなんて情けだとか言われるけど、それに批判を投入する必要なんてないわず。それは個人特有のストーリーに他人が吹き込んだアイディアでもないから。全てがオリジナルティ、あるいはパクリたり、インスパイアするなどという、著者の思考通りとなるからなんだよね。書いてもないのに批判をするのはどうかと思うけど、どうだっていいかもしれない。人が持つアイディア自身を自在に動かして、話を作る。ネームを作る時だってそう。そうしなきゃ、話がまとまらないし、ストーリーだって生まれてこない。でもあまり活用できなかった頭の考えが、急に小説を書くことにより、うまいこと動いてくれるのは、働きがより良くなったからである。普段から考え事なんてしない限りでは、豊富なアイディアが湧いてこないけど、思考能力を鍛えることで、広い感じのアイディアを練り出しやすいというわけ。小説家は気分転換しながら、こうアイディアを温めているわずだね。このエレメンタル急カンバーも細かいアイディアが詰まっているわず。次第元素という扱いやすいようで、扱いがたいものをテーマとして選択しているのだから、よっぽど根気の思考能力が試されるわず。これを何時間かかけずに、そこから答えを解いていくと、小説に起こせる文章力は最も滑らかでスピードある感じに仕上がるんだろうね。すなわち、アイディアが動きを活性化することにより、そこから問い出される答えは見えてるわけだね。持ってくるアイディアの一つ一つが紆余曲折で、そこに当てはまるか、当てはまらないかを審査し、審査を通して、やっと文章として釣りばめられる。文章を書き起こしながら、次に書き起こす感覚を変えずに、延々とその作業に執着できれば、あとは完成に通せるまで、メリハリを入れて、話を作っていく。慣用句を散りばめてもいいけど、最もわかりやすい感じだと小説ものだとしても作りやすい。大体は簡単なものから試すのが基本だったりしてね、慣れてきたら、今度は違う流れの作業に移ってみると良いだろう。そう、今までの繰り返しを意識することはもちろん、少し自分なりに面白みな展開を脳内で考えて、それを採用してみる。それでも満足できるか否かであるが、審査結果を出せるのは著者本人の問題。あれでもだったら、知人に相談を投げ込んでもいいかもしれない。でも著者の関係で、どこまで書いていけばいいか、相談が来るわず。小説の長さはずべて著者の考え次第だから。
でも出版社の関係で出版できるかどうかは判断次第となりうる。それで満足してもらえれば、あとは小説家の達人という道を目指してたくさん書いていくことになろう。納得できない。いいアイディアが思いつかない。なんてことになるだろう。ゲシタルト崩壊してしまうと、もうそこに書き起こせそうなアイディアそのものが吹っ飛んでしまう。だからそれを追い払うために、ストレス解消したり納得できることをしたりと、これらを繰り返しやっていくことで、次に書く予定の小説のアイディアが溜まるわけなんだ。溜まった分はもうすべて使い切ってしまうと良い。だけど、それが自身でも納得できるものだということを忘れないよう。自分が良くても、他人からの評価は良いものだったり、悪いものだったり。そしてテーマの使い方ももちろんマスターしておこう。小説を書くにおいて、テーマは大事なものである。テーマ重視なしだと、何のお話かわからなくなる。題名のテーマに沿ったものだと、読んでいる時にわかる。どんなテーマにするかは著者の自由。だけど、危ない領域までにテーマを引っ張るのは厳禁。出版社から求められるようなテーマを持ってくると良いだろう。それで採用となれば、1万弱者なんて呼ばれないだろう。小説家になるだけで、知名度もそこそこだけど、上がるんだ。精度を抜群に高めると、その小説家は売れまくる。ミリオンセラーになれば、世の小説家の座に座っているだろう。だけど誰だって簡単にそこまで手が届くとは限られなかったりする。それは作品の評価や販売などが関係してくる。売り上げが良かったりすれば収入だって上がる。逆に売り上げが悪いと収入があんまり入らなかったりするわけ。つまり著者の好みだけでも、読者の評価とコメントの対応には十分な注意を払う必要がある。全部が OK で済まされない場合だって出てくるからだ。例えばこの部分もっと面白くして、こんなセリフ入れてみたら、などという読者からの意見が出てくるのだ。これを見たら今に生かしつつ、今後の作品の参考にするまでであるからだ。小説家は読者から寄せられたアイディアを参考にしているから、参考されたアイディアを実際に文章に散りばめられると嬉しいだろう。読者が望んでいたアイディアが採用されたからなの。またファンとなった場合は、そのコメントに答えることも忘れないこと。それを内容にまとめることで、いわゆるファンサービスができるということ。こうすれば人気も爆発的に上がるのかもしれないね。まあそれに出てくる小説のネタの問題だけどね。このエレメンタル休館バーこれらのことを乗り越えてきて生まれたみたいなものなんだ。様々な著者のアイディアや涙と汗が詰まった本、読み始めて出版され、人々の前に姿を見せる。小説はいろんな小説家が手掛けているけど、世界中にたくさんといるんだよ。一人じゃない。まあこれを言うのも当たり前とか言われそうだね。で、このエレメンタル休館バーに意味深な内容があったんだよ。それが何かというと、カッパは時代幻想を操れる仮説というもの。どう見ても著者のアイディアがわかりやすい感じなんだよね。カッパは実際にそんな能力は持たないし、私だってそんな能力持っていないわ。でもなかなかシュールな発想ね。これもまた一行できそうなくらいかな。アイディアでエンターテインメントを作るなんてさぞ難しいと思うけど、そこから動くアイディアによりけりだから、答えを生むのも著者の自由だからね。学校で音読する勉強したでしょ。他のみんなの前で読み上げるのが恥ずかしくて。なんてことが当たり前じゃなかった。しどろもどろになりそうだった嫌な記憶だったり。でもこれを自身が考えた文章だったとしたら、逆に読みやすいんじゃない。だって自分が考えて書いた文章はすごく安定するよね。だから自分の文章を無事に読み終えてしまえる。これをその音読でも活かしてみるといいだろうね。読む文章の部分を自分で書いたなんて思い込んでね。でも文章を書いたりするときは、口で出したりせず心で読んでいるからなの。普段から口にしなければ、音読するときに欠陥が出てしまうの。これを改善できればよりすごいかもしれないわ。小説家も読みにして口にしているから、メリハリが効いた感じに仕上がっていると思うわ。これを参考にしてみてもいいわね。
というわけで、こんな感じでした。なんやかんやで講座みたいなのになってましたね、わら。でははでは、ご視聴ありがとうございました。